おはようございます。今時間はね、何時だ、7時34分、2日目の7時34分なんですが、いや夜中何回も眠れ覚めました。でね、一番だったのがね、寒かったんですよね。やっぱりさすがに夜は寒くて、寝るときは寒くなかったんですけど、多分夜中冷え込んだんでしょうね。寒かった、寒かったんでですね、結局この寝袋を使いました。ダイソーで1000円で買った寝袋ですね。1000円なんだけど、なんかね、今ぐらいのこの中途半端な季節、何もなかったら寒いしっていうような時期にはこれで十分な感じですね。もうちょっと寒くなってくるとこれじゃ対応できないでしょうけど、でも1000円ですからね、これはいい買い物したな。朝だな。よし、じゃあせっかく来たんでね、この辺の道の駅をちょっと歩いてみましょう。まずここトイレがあるんですけど、このトイレね、夜中でも中に入るとなぜかね、一定時間で音楽が流れる仕様になってました。なんか結構壮大な歌付きの音楽が流れるんですけど、いや夜はいいだろうっていう感じだったんですけどね。これ四万十川ですよ。いいっすね。さあこっちに行ってみると、こっちは何だろうね、ご飯食べるところかな。外で食べようかな今日は。これで降りれるのか。いいなあ。川幅としてはここは狭いのかな。狭くて水流もそこまで多いわけじゃなさそうですね。いやー、山が広い。はい、わさびが少しありますので、それではですね、2日目行ってみましょう。今日はまずですね、海洋堂ホビーミュージアムみたいなところに行きます。海洋堂ご存じない人もね、いるかもしれないんですが、まあ男の人だったら結構知ってるのかな。いわゆるフィギュアですよね。フィギュアを作ってる会社なんですが、海洋堂っていうとね、昔なんですけど、高校生ぐらいの時にスターウォーズのボバフェットっていうのがあるんですけど、ボバフェットのね、フィギュアをね、昔作った覚えがあります。で、自分で色も塗って、っていうのをやりましたね。で、あとチョコエッグとか、そういったのもね、一時、コレクターみたいなことやってたんで、集めてましたが、
で、そういうこともあってね、海洋堂っていうのは僕の中では結構大きなおもちゃメーカーだったりします。おもちゃメーカー、フィギュアメーカー、模型メーカー、うん、僕のイメージはそんな感じですね。で、ようやくね、朝ごはん食べれたんですよ。朝ごはんっていうか、ご飯が食べれた。昨日の昼の3時ぐらいに、なんだっけ、津軽そば。そばを食べて、それからずっと店をスルーしててですね、まあ、温泉には入ったんだけど、温泉で、ご飯も食べようと思ってたら、ご飯ももう終わりの時間になってたという感じで、昨日はね、全然夜食べれませんでした。まあ、ご覧の通りね、こんな道なんで、まあ、ないですよね、お店なんて。だからまあ昨日はしょうがなかったかなとは思うんですけど、時間としてはね、あと5分10分ぐらいで着くと思うんですが、とりあえずは、その海洋堂のね、ミュージアムみたいなところを目指したいなと思います。久しぶりに来たか、ここ。好きな人は好きだろうな。これとこれは持ってる。ツノマルのサバイビーだったのが来るんですけど、さすがにサバイビーなんか作んないだろうな。
すいません、これをください。あ、こちらですかね。いや、いらないです。はい、ありがとうございます。はい、どうも。いや、面白かった。また来よう。このね、カッパ館っていうのはおそらくなんですけど、なんかね、大会を開いて、あの、日本全国からですね、模型というか人形というか造形を募集するんだと思います。で、募集した中で、集まった作品、それをこの中に展示してるんだと思うんですけど、まあね、作品のね、レベルがめっちゃ高い。なんか本当素人が作ったと思えないような作品ばっかりですもんね。僕も造形とかやってみたいな。興味あるんですけどね、ただ何から始めていいか分かんないから。で、ああいう造形できるようになったらね、こういうところに飾ってもらえたらもう感無量なんでしょうね。海洋堂のね、ホビー館良かったですね。1時間以上いたな。2時間ぐらいいたんじゃないかな。カッパ館も含めたら2時間ぐらいかな。で、ついついですね、長居して楽しんでしまったので、次の目的地だったね、美味しそうな市場があったんですよ。市場の食堂で、そこに行くつもりだったんですが、残念ながらですね、そちらが、3時に閉まってしまうということで、3時閉店なんですが、到着するのも3時ぐらいということで、ラストオーダーが30分前って考えても確実に食べられないんですよね。なのでちょっと予定をまた変えて行くしかないでしょうね。愛南町というところには行ってみたいなと思ってるんですが、それまでに食べれるところがあったら食べよう。この先カーズです。できればなんかやっぱ名産品というかこの土地のものが食べたいですよね。今日朝からね、うなぎと高菜のなんかこうひつまぶしみたいなの食べましたけど、あれ戻ってきた。朝来たところに戻ってきた。なんですが、やっぱせっかくねこの辺来たんだから、この辺でしか食べられないものですよね。そういうものに、魅力を感じますね。やっぱね、僕山口県で、山口県もね田舎なんで山とかは多いんですよ。山多くて、で川ももちろん流れて、錦町っていう川が流れてて、そこも綺麗なんですけど、鮎も釣れるしですね、綺麗なんですけど、四国には四国の良さがありますね。なんか同じ自然のように見えて、やっぱなんつうんだろう、雰囲気が違うんですよね。まだね、四国らしい景色をねお見せできてないと思うんで、なんか見れたらいいな。今から行こうと思ってるところは岬なんで、またこうなんかね、絶景というかそういったものが見れるんじゃないかなと期待してるんですけどね。
はい、アグネアさんちょっと寄ってみました。なんかこう地元の市場みたいな感じなのかな。そんなに大きくはなかったんですが、ね、カツオが1本丸ごとで2900円ぐらいだったのかな。とかなんかビンタっていうね、なんかなんだろうな、カツオじゃなかったんだよな。なんかビンタっていう魚、とにかく、そういったものも売ってまして、で、さすがにね、さばくのがめんどくさいので、今回はですね、まあ、養殖ではあるんですが、本マグロブロック、これが700円、あとですね、カツオのお刺身、これが380円と、まあ、1080円としてはね、いい買い物ができたんじゃないかなと思います。まあこれがあったらね、お酒も欲しくなりますけどね、お酒もどっかで買っとこうかな。昨日珍しく飲まなかったんですよ。もう店もなかったんでね、しょうがないんで。久しぶりの休館日だったな。最近はね、家で飲むときにね、あれなんですよ、ウイスキー、ウイスキーってかバーボンか、あのね、なんだっけな、アーリータイムか、アーリータイムスを、あれをですね、割ってハイボールにして飲んでます。まあまあ今日はビールとかにしとこうかな、飲むなら。あ、でもワインもいいな。迷う。ちょっとガソリン入れときましょう。はい、ガソリンも入ったんでですね、行きましょう。目的地まであと1時間ぐらいかな、40キロぐらいあるんだったかな。結構走ってますからね、今日も。とりあえず四国の、ま、一番左ぐらい、その辺ぐらいまで行こうという感じで今車を走らせてます。今日どうするんだろう。まあ帰ってもいいんですけどね、泊まらずに帰ってもいいな。泊まったところでね、明日やることないんですよ、はっきり言って。でね、こんなこと言うとあれかもしれないんですけど、僕ね、愛媛県のね、上の方とかあんま興味なくて、例えば道後温泉とか、あとは今治とか、さっき言った道後温泉の辺とかですね、あの辺には興味なくて、なんか発展してるとこ見てもなんか楽しくないというか、なんか桂浜行く途中にありますよね、なんかちょっと都市みたいなところもあるんですけど、そこは行ってないんですよね。やっぱり買い物とかするつもりがないし、そんな人が多いとこ行ってもなみたいなのもあるしっていうので。ただその辺はあれなんですよ、僕はですね、スタジオジブリ作品の中でかなりね、上位にというか、好きランキングがあったら、かなり上位にね、ランクインする海が聞こえるっていう映画がありまして、まあ、これは宮崎駿監督とか高畑勲監督ではなくて、なんだっけな、確かジブリの若手の人が集まって作ったんですよねっていうドラマが、ドラマじゃない、まあそういう映画がありまして、で、それのね、舞台が高知なんですよ。で、その主人公の森崎拓だったかな。主人公が通ってた高校のモデルになった高校とかあったりして、それをね、昔初めて行った時に偶然目撃して、うわ、ここだったんだっていうのですげえ感動した覚えがあるんですよね。なんか時計台がついてる校舎で、すごい独特な、形をしてる校舎なんですけどね。で、昨日ライブ配信してたらね、なんか、竜とそばかすの姫、なんかそういう映画があるらしくて、あれですよね、サマーウォーズの監督ですよね。が、作ったという新しい新作の映画なのかな。それのね、舞台も高知県らしいんですよ。まあ、それはなんか仁淀川とか、昨日行こうと思って行けなかった川とかだと思うんですけど、サマーウォーズの監督誰だっけ、細田守でしたっけ。なんかね、サマーウォーズは好きなんだけどな。だけど、なんか結構、あの雰囲気が多いですよね。なんか、デジタルの世界があって、それがアナログのこの現実世界とリンクして、みたいな。なんかワンパターンちゃワンパターンなんだよな。さあ、行ってみましょうか。すげえ。
いい景色だな。怖っ。すごいな。四国のね、端っこです。四国の端っこまで来ました。いや、怖っ。しかもね、自分一人っていうのがまたちょっと怖いですね。他に人がいればまだちょっと違うんでしょうけどね。まだ下もあるんでね、ちょっと行ってみたいところではあるんですけど、マジ怖いんだよな、これ。どこまであるんだろう。こっち行っていいのかな。ただただ怖いですけどね、これ。面白かったですね。やっぱ絶景ポイントだな。絶景ポイント見るの面白い。ちょっとね、下の方まで行くにはもう時間が遅いっていうのと、怖い、何より怖い。なんかあの木の手すりとかもまあまあ大丈夫だと思うんですけどね、なんかちょっとバランス崩して落ちたりしたらもうやばいですもんね。で、何が一番やばいって、誰も僕がここに来てること知らないんですよ。僕の知り合い、家族、友人、知人とか。なので、いや本当、なんかそう考えると怖いですよね。いちいち今からここ行きますとか言わないですからね。あれぐらいにして撤収しましょう。さあ、これからの予定なんですけど、今ね、夕方の4時7分です。4時7分で、まあ、あと行きたかったところとすれば、下灘駅っていうところがあるんですけど、そこはね、あの本当海に面してる駅、多分下手したら無人の駅なのかな、なんかそんな感じの駅で、なんて言うんだろう、海がバーって広がってて、ポツンとこうなんか、そのホームだけがあるみたいな、ホームって言ってもめっちゃちっちゃいんですけどね、そういった作りの駅なんですけど、多分そこね、行ったとしてもおそらく20分ぐらい、あ、猿だ、20分ぐらいしかいないと思うんだよな。いても20分だから、まあ、そう考えると、なんか微妙なのと、そこに着く頃にはですね、もう日が暮れてるので、やっぱり行けないと今日は。で、明日の朝行くにしてもちょっとそれは微妙だなってことで、一応ね、家に帰るルートを入れてます。家に帰るのが大体5時間後ぐらいってことだったんで、まあ、9時か10時ぐらいには家に帰れるんじゃないかなと思います。なんかね、すごい急ぎの旅になっちゃいましたけど、やっぱ2泊3日っていう予定自体がダメだったんだろうな。もっと長くやらないとダメですよね。どうしてもね、家族のことが気になってしまってね、大丈夫かなとかね、多分ね、皆さん同じだと思うんですけど、あの初めて見た感動を家族で共有したいっていうのがあったりしませんか。なんか結構そういうのが僕強いので、なんか例えば今のね、岬みたいな危ないところはちょっとやっぱ自分一人で行く方がいいのかなと思ったりしますけど、でもまあなんかね、普通の観光地であれば初めて見た時のですね、わーみたいな表情とかを見たいですよね。まあ、まだちょっとね、
難しいですけど、車をね、来年ぐらいに買い替えようと思ってるんですよ。で、来年ぐらい買い替えたら、そのファミリーカーなんだけど、家族5人で車中泊できるようなものっていうので考えてるので、まあ、車中泊とかね、できれば、旅の資金も安く済むので、連休とかにですね、そういった子供とか連れて、一緒に行っても面白いかなとか思ったりしてますね。一泊一人300円だそうです。一泊一人300円で、トイレもあるでしょ？トイレもあって、自動販売機もあって、で、すぐ近くにはね、お風呂入れるところもあったんですよ。めちゃめちゃいいじゃん、ここ。まあ、ただ懸念点としては、この道路が、おそらく主要道路なんで、車が結構通るのかな？でも芝生もね、めちゃめちゃ管理されてましたからね。あ、こっちは公園があるんだ。右手には公園がありました。グリーンパーク角川、オートキャンプ場、そちらには公園があるみたいです。いや、ここいいな。めちゃめちゃいいじゃん。しかも多分釣りとかもできるんじゃないですかね、この辺。いやー、こういうところあるもんだな。まあ場所的にはですね、すぐ気軽に来れるようなところではないんですけど、あと多分これから寒い時期になっていきますけど、四国雪降るのかな。なんかこの辺海沿いだし多分降らないと思うんだよな。まあ、ちょっと適当なこと言ってますが、僕がね、昔よく行ってた、山口県、周防大島っていうところは、瀬戸内海沿いの島なんで、雪降らないんですよね。まあ、雪は降らなかったんで、この辺もなんか大丈夫そうな気はするんだけどな。でも、ああいう静かなところ、まあ、車が通らなければね、静かなところで、キャンプとかできるっていうのもね、いいですね。なんかこう湖というか、そんなんがあって。なんか海に浮かんでるブイの数がすごいですよね。養殖が盛んなんでしょうね、この辺は。四国のね、予備知識をもっと持ってれば、こういう景色も楽しめるんだと思うんですけど、あー、でもいいね、いいな。港町ってなんかいいですよね。なんか風情があるんだよな。住むにはね、結構大変だったりするのかもしれないですけど、風情があるんだよな。そしてね、今更なんですが、今日ね、朝ごはん食べてからね、ご飯食べてないんですよ。またいつもと同じパターンなんですが、できればなんかやっぱ名産品というか、この土地のものが食べたいですよね。名産品が食べたいなとか思ってたら、出てくるところがね、ファミレスだったりとかしたんで、寄ってないんですが、もう夕方5時ですよ。家に着くのがまあ10時ぐらいとして、途中でまあご飯食べて休憩しても全然いけそうっすね。今回の旅もですね、あと3時間ぐらいで終わりそうです。2泊3日で一応は予定してたんですが、やっぱりね、四国って広いですね。ちょっとね、2泊3日どころでは回れないぞというのが分かったんで、今回はですね、まあ行けるところある程度行けたんで、まあまあ勉強になったからいいかなということで、1泊2日に予定を変えてですね、今家路に向かってます。もう四国っていうとですね、キャラメルちゃんがほんとちっちゃい頃にかなりの頻度で行ってたんですよ。で、高知県でカツオを食べて帰るっていう日帰りツアーをね、よくやってたんで、まあ余裕だろうと思ってたんですが、動画撮りながらとかね、いろんなこと考えながらやってると、さすがに無理でしたね。まあそれも勉強になった。
で、あと忘れ物もね、結構あったので、それもね、勉強になった。なんか、こう、自分が忘れないためにこうした方がいいなっていうのもちょっと勉強になりましたね。まあ、今後ですね、九州も行ってみたいしっていうのもあるので、そうだな。まあ、九州、次行くとしたら九州とか行ってみようかな。虫も少なくなってきたし、緊急事態宣言もないしってことでですね、キャンプをまた来週ぐらい行ってみようかな。まあ僕のキャンプなんで、毎回違うことやったりとか、なんか変わったことやったりするってことは多分ないとは思うんですが、それよりのんびり楽しむってことを優先にしたいかな。なんかどうしてもキャンプ動画っていうと、なんだろうな、楽しいですよとか、どうでしょう、かっこいいでしょう、おしゃれでしょうみたいなことになりがちになったりするんで、そういうんじゃないやつがやりたいですね。なんかね、僕の嗅覚からするとですね、本州から四国に入ってきた人とか結構いると思うんで、そんなにね、地元っぽいご飯ないんじゃないかなって感じがするんですよね。多分ね、キャンプしたりとか、また道具紹介したりとか、そうですね、こんな感じでちょっと遠出してみたりとか、やっぱりいろんなことやるとは思うんですけど、まあなんかね、動画を見ていただけると本当嬉しいです。ということで今回は、2泊3日のつもりがですね、1泊2日になってしまいましたが、車中泊したりしながら、四国の方を回ってみました。愛媛県と高知県、ちょっとしか回れませんでしたけどね。また機会があればまた行ってみたいなと思ってます。それでは。